海幕より200年余り。徹底した封建制度と鎖国により、日本国内の執政と文化は円熟の極みに達していた。されど諸行は無常、変わりゆくのが世の常である。産業革命を経て帝国主義化した欧米諸国は開国を求め日本に押し寄せた。戦々恐々となった幕府は異国船打ち払い令を発してこれを食い止めようとしたが、列強の圧力。寒い。息まで凍ってやがる。ちゃんとせえ、海老蔵。これがお前の初仕事なんだぞ。しかしよ、愛之助の兄貴、なんだってまた正月の勤めてなんかに。分かってないな。お前隠れ里でいかばかり修行したんだ。かれこれ1年。ならば分かるはずだ。手薄なところを狙うのは盗みの鉄則。正月の勤めてなら奉公人は出払っているだろうし、家人も酒を食らって寝ているだろう。なるほど。別部隊のカラスの合図で突入だ。気を引き締めろ。兄貴、もう一つだけ。なんだ。俺たちは義賊なんだよな。人を殺めるなんてことはしねえよな。言うまでもない。銀ガラスの門は天狗の羽、その門を背負って悪さなぞできるか。そうか、それを聞いて安心したぜ。何しろ俺は。よし、俺たちも行くぞ。勝手んだ。それでは海老蔵、この部屋の獲物を盗む前に言っておく。まだ腕前が上がっていないと盗むまでに手間取る獲物もあるが、連続技で根気よく挑めばいずれ盗み取ることが可能だ。自信があるならステキスティールで瞬時に盗み取ることを狙ってもいい。高い位置にある獲物は飛び上がり盗み取れ。飛んでも届かない位置にある。海老蔵、獲物を盗んでいる姿を人に見られるな。人に見られていれば焦りが生まれ、盗んだ獲物は傷物になってしまう。無論獲物の価値もその分下がる。だが見つかるギリギリのところで身を隠すことによって、お前はしばらくの間ほとんどの獲物を瞬時に盗める上に、その獲物をより価値あるものにできるのだ。海老蔵、あの家人の懐から獲物をすり取ってみろ。すり取りは相手の正面に立って行え。
初仕事にしちゃ我ながら上々の守備だぜ。ジャン、この矢の子か。エビゾー、この子を家人たちを縛ってやる寝屋に運べ。ああ、兄貴。お願いします、お助けください。お願いいたします、命だけは。どうかお願いします、命だけはお助けください。どうかどうかお願いします、お願いします、お助けください。お願いします。蔵にあるものはすべてお持ちいただいて結構です。ですがどうかどうか命だけはお助けを、命だけは。ならぬな。死ねえ。殺し。行くな、エビゾウ、仲間が家人を殺し始めた。仲間がどうして。わからぬ、ネアはすでに血の海だ。このままではその娘も。くそ、俺たちは貴族だったんじゃねえのか。おっちゃん誰。わらしの声がまだ誰かおるようだ。その子を連れて逃げろ、あとは俺が何とかする。銀ガラスの盗人見習い海老蔵は身寄りも何もない捨て子であった。世の真紅を舐め尽くしてきた海老蔵は お父っつぁん、お弁当。おう、すまんな、スズナ。ここへ置いとくね。昨日から調子が良くないようだが。へっちゃらよ、これくらい細工物を作らないと。小間物問屋の旦那に仕事を頼まれたのか。うん、スズナの細工は上下一だって。そうかい、頑張れよ。じゃあね、お父っつぁん。ああ。スズナ、今帰ったぞ。スズナ。どうした。お父っつぁん。なんて熱だ。待ってろ、スズナ。すぐ医者を呼んでくるからな。医者は？医者いないか？
もんじゃねえ。なんだよあいつ。